変えてまいりました。2番手ピッチャーは五十嵐です。4月17日に出場選手登録されまして、今日が今シーズン初登板になります。右足のふくらはぎを痛めて出遅れていた五十嵐です。インコースの球、センターの左、落ちました。ヒット。なるほど、柴原さん、やっぱり打ちたい打ちたいという気持ちがそうですねありましたから、これは吉と出たというところかもしれません。打ち上げました。148キロの速球、ショートフライ。最後は150キロ、今日一番速いボールが出ました。なるほど、柴原さん、はい、確かに最初の頃はやや抑え気味で、だん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 まっすぐに力が入ってきましたね。そうですね、やっぱりね、150前後のストレート、ちょっとね、今はね、力入れて投げたと思うんですけどね、はい、まあでもね、まあ、本来の球になって、うん、ストレートはですね、本来の球なのかなというふうに思いますけどね、はい。あ、ストレートのフォアボール。やはりこの銀次に関してはちょっとこう抑えてやろうみたいな気持ちが出過ぎましたか。そうですね、うん、まあ、それが、ね、少し球がばらつきましたけどね。あ、最後は変化球。ペーニャ、この打席も期待に応えられませんでした。ご覧いただきましょう。あ、最後はナックルカーブですね。五十嵐の得意球、ナックルカーブを最後は使ってまいりました。ピンチにはなりましたが、五十嵐、最後はペーニャを三振に仕留めて、7回表、東北楽天0点です。